待たせ、千鳥。遅い。ごめん、ちょっといろいろあって。もう。遅刻したんだから、今日は穂坂くんのおごりってことでいいよね。あ、もちろん。冗談だってば。いや、でも最初に誘ったのは私の方だもん。だから今日は私のおごりね。あ、わかった。よろしい、じゃあ行こっか。でね、転んだはずみで律子が窓からバケツの水をばらまいちゃったわけ。そうしたら下に前田先生がいてね、誰だ、今すぐ行くからそこにいろって。さっきから私ばっかり喋ってる。あ、ごめん、緊張しちゃってさ。え、千鳥は美人でクラスの人気者だったから。やだ、もうもしかしてもう酔ってる。ああ、ではごめんね、すぐ戻ってくるから。うん、よし、チャンス到来。これくらいか。いや、もうちょっと。ああ、しまった。大丈夫かこれ。バレなきゃいいけど、あとはこの酒を飲んだ千鳥が店のトイレに駆け込んだら、マスクをかぶって千鳥の個室に侵入。改めて二人して店を出る完璧な計画だ。我ながら天才。お待たせ。じゃあ改めて乾杯しようか。おう、乾杯。さあ飲め、利尿剤入りの酒を飲み干せ。そしてトイレに行ったが、最後お前は俺に侵されるんだ、千鳥ユーマ。穂坂くん、なぜなぜ一度もトイレに行かないんだ。穂坂くん、大丈夫、ちゃんと一人で帰れる。まあ千鳥こそ。確か千鳥は一人暮らし。こうなったら千鳥の部屋まで行って、そこでなんだったら家まで送ろうか。うん、一人で帰れるから大丈夫だよ。でもこんな時間に女の子一人じゃ危ないだろ。穂坂くんと一緒の方が危ない気がするもん。ちょ、バレてるなんてね、冗談だよ。また連絡するね。あれ、マジかよ、冗談じゃねえぞ。